現在松浦武四郎記念館では描かれたアイヌの人々と題した企画展示を開催しています。この展示では武四郎や武四郎以外の人々が描いたアイヌの人々の姿をご覧いただくことで、その違いを感じていただいたり、武四郎の絵がアイヌの人々への愛に満ち溢れたものであったということを感じていただきたいと思っています。それでは今回の展示の中からいくつかの資料をご紹介いたします。こちらの資料は武四郎が描いたアイヌの人々が鶴の舞という踊りを踊る姿なんですね。アイヌの人々は、その生活の中で神に祈りを捧げ、神に踊りを楽しんでもらうためにさまざまな踊りを伝えてきました。その一つがこの鶴の舞で、両手を広げて片足を上げて鶴が羽ばたき求愛をする、単調鶴という鶴がありますけども、その姿をかたどったものなんですね。武四郎さん、この踊りが特にお気に入りだったようで、鶴の舞の絵をいくつかやっぱり残しているんです。こちらの大きな屏風は蝦夷人風俗図屏風というふうに題されたものなんですけれども、6曲一奏と呼んでまして、左と右でセットになっているんですね。で、12の画面に分かれているんですけども、それぞれアイヌの人々の暮らしを描いたものになっていまして、作者は残念ながらですね、誰かはちょっと分かってはいないんです。ただ、かなりリアルにアイヌの人たちの生活を描いておりまして、ただこうした絵をですね、武四郎の描いた絵と比べていただきますと、恐ろしげな印象を受けることがあり、武四郎の絵はそうではなくて、先ほどの鶴の舞もそうでしたけれども、アイヌの人々が生き生きと生活をする様子が描かれてまして、その姿からはですね、武四郎のアイヌの人々への愛が感じられるものとなっているんです。今回ご紹介したものの中には、実はこうしたスゴロクといった楽しいものも展示をしているんです。それはですね、松浦武四郎北海道の調査を行い、151冊の調査の記録をまとめ上げました。でも全部をですね、皆さんに読んでもらうということは大変難しいことですので、地理を分かってもらうためには地図も作りましたけれども、こうしたスゴロクという遊びながら学べるものも作り、多くの人たちにサイコロを振って楽しみながら北海道の地理を伝えようとしたんですね。北海道一周スゴロク、そこにもアイヌの人々の姿が描かれているんです。今回ご紹介しました企画展示、描かれたアイヌの人々は10月2日日曜日まで開催しています。ぜひ皆さんに武四郎の絵と、それとまた違ったアイヌの人々の絵を比べていただき、その違いを感じていただきたいと思いますので、ぜひ松浦武四郎記念館にご来館ください。